秦号の中国共産党全人代代表辞任そのシグナルとは全人代常務委員会第8回会議が閉幕国家秘密保護法の改正案が通過内部消息中国はまるでいつ爆発するかわからない高圧鍋のようだ 各位观中国共産党、中共の新郷前外相が失踪後、その行方はずっと謎に包まれてきました。2月27日、中共当局は突如彼が全国人民代表大会、全人代の代表を辞任したと発表し、注目が集まっています。 全人代常務委員会が27日に発表したところによると、中部戦区副司令官の李市中中将ら全人代代表7人は罷免され、新郷全外相ら4人が辞任したといいます。この7人の罷免は、軍部に対する粛清がまだ止まっていないことを示しています。 天津市全人代常務委員会は、信号の辞任を受け入れることを決定しましたが、理由は明らかにされませんでした。信号は現中共党首によって抜擢された最年少の副国級幹部でした。昨年6月末に突然姿を消し、その後外相と中共国務委員を解任されました。 解任と失踪の噂は広まり、ひいては信号は西側に軍事機密を漏らしたとして内部処刑されたとまで報じられましたが、確認はできませんでした。全人代の開幕を前に当局は突然信号の全人代代表の辞任を発表しましたが、失脚した他の高官は直接罷免とされました。このことから性質が異なるシグナルだと指摘されています。 のコラムニスト王角氏は大事を軽い処罰で済ませたなので彼を処理する過程は慎重で比較的遅かった外部がもう一つ注目したのは慎吾に続いて昨年失踪し失脚した李正福前国防省が未だ前人代代表の資格を保持していることですしかし中共国防部の公式ウェブサイトは最近李正福を中央軍事委員リストから削除しました 通常の慣例によれば削除前には中京中央委員会全体会議で確認されます。 アメリカ在住の政治評論家チン、ハク博氏は、立正服と信号に関する最新のニュースは、彼らの近況、所在、運命を明らかにしただけではない。中共中央委員会第3回全体会議が秘密裏に開催されている。あるいはすでに開催されたことを露呈した。台湾の政治大学東アジア研究所の鄭樹藩名誉教授は、 過去10年間、習近平は全ての権力を掌握したので、権力を持てば責任を取らなければならない。習近平が任命した人物に問題が起こったということは、習近平の威信にも傷がついたと思う。と語り、これは中共の政局が不安定で苦境に陥っていると分析しています。アメリカ在住の政治評論家陳博氏は、 現在、習近平政権の政局は不安定で、至るところで問題やリークが起きている。第20回党大会後、政局は急激に混乱し、軍部、外交部、国防部は混乱し、内政も外交も激動している。立正副と信号は同時に新たな動きを見せたものの、未だ行方は分からず、外部の疑念も晴らせていません。 今年66歳の李尚福は昨年10月に中央軍事委員国務委員国防省を解任されて以来中京国防部のウェブサイトでは軍事委員会の委員のままでしたサイトから李尚福の名前が削除されたことが判明したのは26日でしたしかし中京はまだ李尚福の調査や解任に関する詳細を発表していません 現在、立正福はまだ第20期中央委員会の委員であり、第14期全人代の代表でもあります。立正福の後を継いだ現在の国防省、当軍はまだ中央軍事委員ではありません。 時事評論家の東青園氏は、中央委員会全体会議が開かれていない状況下で立正服の中央軍事委員としての資格を剥奪したのは非常におかしい。このように勝手で無秩序なやり方は皆に深刻な危機感を与える。つまり、このようなやり方は習近平に無数の敵を生み出すことになる。次のニュースです。 第14期全人代常務委員会第8回会議が27日北京で閉幕しました。そこで新たに改正された国家秘密保護法が通過しました。評論家たちはこの動きはロケット軍の機密漏洩に対処したものだと見ています。14年の歳月を経て中共によって国家秘密保護法が再び改正されました。秘密業務の範囲と関連措置が拡大されました。 また、機密に関わる関係者に対する管理も強化され、機密解除の期間中は規定に違反した就労や出国は認められません。違反があれば法律に基づいて対処するといいます。国家秘密が厳しく規制されるだけでなく、職務上の秘密も重要な考慮事項として含まれます。組織や職場で入手した非国家秘密が漏えいした場合にも措置が取られ、これは今年5月1日に施行されます。 国家秘密保護法の改正は中京で最近起きている漏洩問題に対応したものだと指摘されています。アメリカに亡命した中国海軍司令部の元参謀、中佐である楊精氏は、最近の機密漏洩、特にロケット軍と関係がある。アメリカ空軍大学はロケット軍の指導者から一部の細部に至るまで全て暴露した。その内容は盗聴や衛星で見たものではない。 アメリカ空軍大学は昨年10月250ページに及ぶ中共人民解放軍ロケット軍の研究報告書を公表し、中共ロケット軍の発展経緯や具体的な配備について詳細に示しました。これに対して現中共党首はロケット軍全体に粛清を行い、少なくとも70人を逮捕しました。分析によると情報漏えいは中共の内部構想の激化を浮き彫りにしました。 習近平は国家秘密保護法の改正を通じて政治的状況を厳しく制御しようとしています。時事評論家の新法氏は秘密保護法の一つの特徴は中共が国家機密関連でリーダーシップを強化することである。明らかに習近平には関連する機密作業を直接指揮、配置する意図がある。この改正案を全国的に推進中、この間に多くの危機が生じたように見られる。 現在、習近平はこの問題に直接取り組まなければならなくなったようだ。中共は現在、機密の漏洩を非常に恐れている。そのため、相対的に独立して定めることができた国家機密保護範囲というこの権限を、習近平中央の直接管理下に収めている。新たに追加された第60条には、機密資格を取得した企業や組織が、秘密保護規定に違反した場合、その資格が取り消されると規定されています。 これは最近の上海のハッキング専門企業、安純新速儀州有限公司」アイスーン社の情報漏洩事件に対処するためのものとみられています。養成主は、中国社会が極めて不安定な社会であることを別の方面からも反映している。中共はしばしば海外の敵対勢力が何かを操っているという、秘密保護法を通じて社会全体を制御しようとしている、と述べています。 分析では絶えず強化される統制と管理は最終的に社会体制の崩壊につながる可能性があると指摘しています。最後のニュースです。最近かつてフランス通信社 AFP に勤めたピエール・アントワーヌ・ドネ氏が中共の政治情勢に詳しい女性を取材しました。 その後、フランスの主要な週刊誌に寄稿した記事で中国の内情を暴露し、中国はまるでいつ爆発するかわからない高圧鍋のようだと指摘しました。ドネシはまた次のように指摘しています。ドラゴンはアジアで十二種の中で最も幸運な生き物とみなされている。戦争、クーデター、極端な暴力など予期せぬ危機をもたらすこともある。 中共党首が綿密に計画した粛清行動が絶えず増えるにつれ、この危機は悪化している。習近平が単独で権力を行使することで犯す誤り、その一部は深刻で人々の疑念を引き起こしている。中共の統治グループに接触できる情報筋はドネ氏にこう語りました。状況は危機的で誰もが恐れを感じ、信頼されなくなっている。 金融危機のため、北京市以外の省、市では公務員の5分の1が給料を受け取れなくなっている。北京では問題ないが、温州市の場合、問題が非常に深刻で、四川省の状況はさらに大変である。公立病院の状況も非常に深刻で、医師の給与は非常に低い。なぜなら、地方政府が多額の負債を抱え、資金不足になっているからだ。 上海市では一部の医師の月収が約120ユーロ、約2万円になっており、これは馬鹿げた数字だ。副部長から各級の高級リーダーの子女まで中国を離れるか離れる準備をしている。多くの交換の子女、つまり高二大家族の王子や姫はすでに自信を失っている。多額の資金を持つ人々は銀行に資金を預けない。 銀行への信頼を失っているるからである情報筋はこう強調しました。誰も将来が見通せない。これは非常に心配なことだ。なぜなら路上清掃員、タクシー運転手、そして最高レベルの権力者たちが皆このような傾向を目にしているからである。このような絶望感は少なくとも過去30年間にはなかったものだ。 情報筋は続けてこう述べました。習近平への批判はあちこちで見られる。私は一部の高級財務官が国家破産を宣言する必要があると言っているのを聞いた。現在実質 GDP 成長率は3%未満であり、2023年の公式数字である5.2%とは大きく異なる。 実際にはすでに1960年代の文化大革命時代の水準に戻っている。人々は当局が真実を隠し嘘をついていることをはっきりとわかっている。人々は高等教育を受けていない皇帝が独断で権力を行使する様子を見ており、これはもう拓殖時代以来なかったことだ。習近平はすでに現実感を失っている。 彼の周りには追随者ばかりで、彼らは習近平にお世辞を言い、真実を隠している。この状況は毛沢東が権力を失うだろうと感じた時、文化大革命を勃発したことを思い起こさせる。情報筋はこう考えています。中国人は暴力を望んでいない。たとえ希望を失っても、 今日の中国が高圧鍋のように爆発する可能性があっても人々は暴力を望んでいない。習近平の未来については誰もわからない。中国はこの状況に長く留まることはできない。我々は権力者の中で何度も行われている粛清の動きを見ている。だから人々は待っている。 人々は普遍的に切迫して中華民族的アイデンティティの根源に戻ることを必要としている。しかし、その古い伝統はすでに共産主義のイデオロギーによって破壊されている。情報筋はこう指摘しています。今日の中国は空洞化した不動産プロジェクトであり、金銭を求めるためあらゆる手段を講じ、社会に損害を与えている。 普遍的な利己主義があり、すべての人が自分の利益のために支配している。教育はすでに崩壊し、信頼できるのは私立学校のみで、経済力のある人々によって追求されているだけだ。今日の疫情最前線、就到一度、到底、守護真相絶対不會放棄。我が研守需要大家、大力学、支持更加需要大家、订阅我が、PATRON。我 Zach 下次再大家见面 Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's gone Jing World. <laughs>